南条文雄南条文雄昭和2年11月9日は日本の明治大正期に活躍した仏教学者宗教家。旧自体で南条文雄とも表記される。字は広鹿松葉。近代以前からの伝統的な仏教研究の上に西洋近代の実証的、客観的な学問体系と方法論を初めて導入した。早い時期から 仏典の原点であるサンスクリットテキストの存在に注目。主要な漢訳経典との対抗を行うとともに、それらの成果をヨーロッパの学会に広く紹介するなど、近代的な仏教研究の基礎形成に大きな役割を果たした。美濃国王が寄付な町の受けうんに生まれる。陽名は角丸、または角順。幼児より漢学、仏典の際に優れる。 1866年、大垣藩の総兵隊に参加。1868年、京都東本願寺の高倉学寮に入り、翌年帰教。1871年、高倉学寮で教弁を取っていた福井県を九年時、南城上教の養子となり、南城西に改正、再び学寮に赴むきご法上で、キリスト教など仏教以外の諸学を治めた。 1876年、同僚の笠原賢治と共に、サンスクリット研究のためとえ、オックスフォード大学のマックス・ミューラーの下で、ヨーロッパにおける近代的な仏教研究の手法を学び、漢訳仏典の英訳、梵語仏典と漢訳仏典の対抗等に従事した。特に1883年に、イギリスで出版された英訳、大民三蔵正教目録は、男女カタログと称され、 現在なお仏教学者、サンスクリット学者、東洋学者に珍重される。翌年、オックスフォード大学より、マスター・オブ・アーツの称号を授与され、帰国。1885年より、東京帝国大学文科大学で、ボンゴ学の職託講師となり、1887年に、インド、中国の仏教遺跡を探訪1889年には、文部省より、 日本第一号の文学博士の称号を授与された。1906年、帝国学士院会員となる。1901年、東本願寺が、新州大学を京都から東京菅母に移転開設すると、同大学の教授に就任。初代学官、清沢万氏と協力して、関連諸学との緊密な連携の上に立つ、近代的な仏教研究、教育機関の創設に力を注いだ。 1903年、清沢万氏の後を受けて、新州大学、第二大学館に就任、その後も京都に戻った、同大学の学長を1914年から1923年に、渡って務め、学長在任は、通算18年近くに及んだ。この間、所属する新州親派において、学児体制の整備に尽遂しつつ、仏教学、東洋学の学会において、 近代的な仏教研究の必要性を解き、その教育、普及に努めた。また各地、各方面において行った活発な講話や執筆活動は、いずれも深い学識と信仰に裏打ちされ、多くの人を引きつけた。南城と笠原の伝記は、前島の無インド学の明の前半にある。ありがとうございます。